いや、驚いた。上田さん、この脚本は本当に君が？いや、見違えたと思ってね。まるで以前とは別人みたいだよ。こうしてファイルを並べて比較してみるとわかるけれど、君が以前書いたシナリオは登場人物が抱いていた恋心をセリフで表現する場面が多かった。それも間違いではないけどね。でもあまり多用してしまうと陳腐になりがちなのも事実だ。 A は B が好きですと言わせただけでは単なる解説でしかないからね。その通り、恋愛ものにおける好きとは一つの結果でしかない。恋愛ものの場合はそれに至るまでの葛藤や思いこそがメインだからね。その点、今回の脚本は恋愛の過程がとても丁寧に描かれていたよ。好きとセリフにせずとも雰囲気だけで惹かれ合っているのが伝わってくる。それで、この脚本はもうコンテストに応募したのかい？なるほど。このレベルで書けているなら、そちらで受賞するのも夢ではないね。私が嘘を言ったことがあったかい？しかし、恋が書けなかった君が短期間でここまで成長するとはね。やはりこれも上久保君と恋人になった影響かな。いや、まあ花井さんがそう言っていてね。まあそれに以前応募作の話をした時の君の言葉からなんとなくね。影響があったかなんて聞く方が野暮だったね。ということで、この脚本には助言も不要だね。この調子で進めていくといい。ところで、その上久保くんの様子は？牧野くんや瀬名くんたちからもいろいろ大変だったと聞いているけど。やる気があるのに仕事ができないというのは辛い状況だからね。だけど怪我が悪化したら元も子もない。今は焦りは禁物だよ。
いやいや、君は恋が書けないなんてもう言えないなと思って。俺だけど。いやいや、詐欺じゃねえし。つうかお前今どこにいんの？あ、悪い悪い、リングでもよかったけど、なんか無性に声聞きたくてさ。あ、いや、やっぱ一日一度は愛する彼女の声聞かねえと的な。別に減るもんじゃねえし、聞こえたら聞こえたでいいじゃん。いや、むしろ俺としては周りに聞かせてやりたいぐらいだな。上田千幸は俺の彼女だから、てめえら手を出すんじゃねえぞみたいな。調子乗ってすいませんでした。まだ本題話してねえから待って。あ、いや、実は今日さ、大学近くのカフェに来てるんだよ。まあほら、駅前のコーヒーうまい店。今後の予定を話したいからって、ちょうど病院帰りに加山先輩に呼び出されちまって。でも、多分そんな長い話じゃないから、終わったら飯でもどうかと思ってさ。お、ちょうどいいぐらいだな。じゃ、待ってるぜ。なんでなんすか？落ち着きなさい、カズマ。他の客の迷惑になるから。なこと言われたって、落ち着けるわけないでしょ。俺の職場復帰が認められないって、一体どうしてすか？どうしてもこうしても、あんた右手の毛が治ってないでしょ。普
通に考えて骨折してる人間に仕事なんて触れるわけないじゃない。そんなの、もう痛みも引いてきてるし、根性でどうにかなりますって。なんなら片手だけで作業したっていい。先輩の補助くらいは。うちらの仕事なめんな、新人。片手でもいけるですって。あんた今まで私から何学んだの。アイラインが 0.1 ミリずれただけで全部台無しになる世界に生きてるって散々教えてきたでしょ。それは片手でも根性で頑張りたいとか、そんなのはあんたの自己満足。私たちが求められるのは結果だけ。それが分かってない今のあんたにメイクなんて任せられないわ。それとあんたが参加予定だったフォトコンもキャンセルしといたから。え、でも応募締め切り明日だし、今からじゃどうやっても間に合わないでしょ。そうすね。そんな顔しないの。別にここであんたのことをクビにするってわけじゃない。あんたにはまだまだ先があるからこそ、完治してから復帰しろってだけの話よ。直接現場に入れなくても、事務所で雑用しながら道具の使い方を学ぶとか、やることはいくらでもあるんだから。いい機会だと思って完治までゆっくり過ごしなさい。いいわね。はい。よろしい。ここの代金私が持っとくから、なんか食って元気でも出しな。あら、上田さん？ひょっとしてカズマに呼ばれてきたの？だったらちょうどいいわ。あいつ、落ち込んでるからさ。ちょっと慰めてやってくれる？今私が何言っても逆効果だから。悪いけどよろしくね。ああ、しゆきか。悪い悪い。先輩との話すぐに終わると思ってたのに、ちょっとだけ長引いちまってさ。ひょっとして、さっきの会話聞いてたのか。まあ、あんだけ大声で喋ればそりゃ聞こえるよな。ま、聞いての通りだよ。俺としてはすぐにでも職場に復帰したかったんだけどさ、今の俺に触れる仕事はないから、完治するまで現場には入るなって。女帝だからしゃあないって。今日はいつもよりちょい厳しかったけどさ、実際どうしようもねえだろ。俺だって理不尽な仕打ちだったら文句の一つも言うけどさ、先輩の言うこと間違ってないし、俺ちっ
とも反論できなかったから。はいはい、とりあえず締めっぽい話はここまでだ。せっかく先輩に金もらったんだし、遠慮せず好きなもん食おうぜ。ところでさ、俺の事情ばっか話しちまった気がすんだけど、お前の方は最近どうよ？ちゃんと頑張ってんのか？本当か？俺ここしばらくお前が仕事してるの見てねえけど。ほほう、例えば？ついにか。そっかそっか、楽しみだな。せっかくだし賞金1億とかもらって、俺に飯でもおごってくれよ。しかしコンテストに応募か。お前もついに次のステップだな。俺も本当は今週ヘアアレンジ関係のフォトコンに応募するつもりだったんだけどさ。そうそう、けど今回は撮影準備する予定だった期間ずっと入院しまってたからな。まあまあな。でも仕方ないさ、定期的に開催されてるし、また次の時にでも狙ってくさ。わ、お互い頑張ろうぜ。で、もしお前が先に入賞したら、ちゃんと上田先生って呼んでやるよ。大賞取ったら上田先生様でもいい。あれ、上田さん？ああ、別に気にしなくていいよ。たまたまタイミングあっただけだし。上久保君、元に戻ったんだよね。僕もいろんな意味でホッとしたよ。そうか、発表と上久保くんの件が重なっちゃったから。ありがとう。瀬名さんかなり個性強いから、合わせてくのすごく大変そうだけど。まあいい意味でも悪い意味でもね。それにしてもすごく久々だね、君がこの現場に顔を出すなんて。
ああ、浅木先生なら今会議中。僕でよければ後で渡しておくよ。今、急ピッチで撮影の準備を進めてるところだからね。そうだね。撮影本番は1月からだけど、テストとか洗剤用の素材とかいろいろあるから、僕も今日は衣装合わせと、その後は台本の読み合わせ。確かに空気は似てるかな。なんかしみじみしてるけど、どうかしたの？そう思えるのは、君が成長した証じゃないかな。浅木先生が褒めてたよ。今の上田さんの書いた脚本なら入賞してもおかしくないって。どうかした？それ、普通忘れる？僕も見ていい？ちょっと興味あるし。中期か？ああ、別に構わねえけど、ちょうど休憩してたとこだったから。けどお前、前に自分で突然電話してくんのやめろとか言ってなかった？は？マジかよそれ。それでも十分すごいっての。いくつもの応募作の中でお前の脚本が認められたってことだろ。だな、俺はやると思ってたぜ。しかし、まさかお前が入賞を。ああ、悪い悪い、
感動のあまり言葉に詰まっちまって。いや本当すげえよ。俺も頑張らねえとな。ああ俺は今ちょっと事務所に来てて。ああまあ今日は事務所の掃除と古い書類の整理してたんだ。まあ本当はお祝いにパッと飯でもおごってやりてえけど、もうこんな時間だもんな。お祝いはまた今度にしようぜ。俺も今少し手が離せなくてさ。じゃそういうことでまたな。くそ、なんでうまくいかねえんだよ。左右のバランスも違うだし、毛の流れも疲れてねえ。こんなの素人の仕事じゃねえか、ちくしょう。そういうことか。左手だと角度が違ってくるから、ハサミの入りも変わるのか。なら右手でこう。
俺の一味のくせになんで言うこと聞かねえんだよ。周期、何しに来たんだよ。用が済んだら出てけ、邪魔だ。こんなのもう大丈夫だっての、みんな心配のしすぎなんだよ。あれは単なるリハビリだよ。あれもするなこれもするなじゃ何もできねえだろ。いや、やめねえ。一ヶ月も仕事から遠ざかっちまってたんだ。ここで少しでも早く勘を取り戻さないと、置いてかれちまう。違う。そうじゃない。置いてかれるかもしれねえのはお前にだよ、周期。だから邪魔すんな。俺は天才肌のお前と違って才能も能力も持ってねえんだよ。だから、もっと努力しなきゃ。俺はお前の横にすら並べない。待って、千雪ちゃん。カズマのことで少し話がしたくて。ちょっと時間いいかしら。ひとまず何か頼みましょうか。何か食べる？飲み物は紅茶でいいかしら。ちゅうきちゃん、炭酸苦手だものね。もちろん。最近ご無沙汰だけど、昔はよくうちへ来てたでしょ。さっきはごめんなさいね。カズマがひどいことを言ったみたいで。そうね。
ここ数日ずっとあんな感じなのよ。あの子取り憑かれたみたいに必死になって毎日メイクの練習を続けてるし、私が行っても止まらなくて。まあそうね、広い意味ではそうでしょうね。ゆきちゃん、私がカズマの仕事を辞めさせようとしたこと覚えてる？そう、あの時も言ったけど、私は前からカズマの今の仕事にいい印象は抱いていなかったの。あの頃は私もあまり家にいなくて、あの子の面倒を見てなかったから。なのに進路の時だけ親ぶって口を出すのもどうかと思ってね、大きく反対できなかったの。でも今回はいい機会だし、退院した後旦那も交えて改めて話し合いをしてみたわ。それがね、あの子、昔からずっと尊敬してる人がいるんだって。一見頼りなさそうで心配だから、何かと助けたり手伝ったりして背中を押してきたけど、本当は自分の助けが不要なくらい強い心を持ってる人。その人と一緒に夢へ歩みたいから、絶対に今の仕事は辞めたくないって。子供はいつの間にか育つって本当ね。カズマのあんな真剣な顔初めて見た。それで私も確信したのよ。今のあの子に必要なのはきっと親の言葉じゃないんだろうな。ごめんなさいね、突然呼び出して愚痴なんて。これ飲んだら解散しましょうか。さっさと帰ってカズマに可愛い女の子に暴言吐いたこと叱ってやらなきゃだし。
誰だ。サプライズ成功。どうだ、びっくりしたか。いや、恋人同士の待ち合わせって言えば後ろから誰だが定番だろ。ま、今の俺は片手しか使えねえから完璧にはできなかったけどさ。それだけ楽しみだったってことで許してくれよ。何しろ記憶喪失の期間も含めると1ヶ月 ?2 ヶ月ぶりのデートなんだからさ。お前だって楽しみにしてたんだろ。いつもよりメイク決まってるし。そりゃ仮にもプロだからな。プロでなくても恋人の顔は見りゃすぐに変化わかるけど。多少は不便だけど痛みもねえし問題ないって。今日行くのって水族館だろ。右手使えなくて困るのはランチの時ぐらいだからさ。なんだったら飯はお前の手であーんしてくれればそれでいいし。なんでだよ、恋人気分味わわせろよ。テレビで見たことあるけど、こんな風になってんのな。わっ、千雪見てみ、あのエイの顔、面白くね。てか不思議な気分だよな。海の中にいるみたいっつうか、まるで自分たちまで魚になって泳いでるみたいで面白いし。お、いい例えだ、さすが脚本家。海の王者らしい貫禄がぴったり的な。なんだと？なら、お前なんてそこのクラゲだ、クラゲ。ふわふわしてゆったりして可愛いとこがぴったりだぞ、バーカ。と、こっから深海魚コーナーだってよ。せっかくだし、手でもつなぐか。お、これってちょうど始まったとこじゃねえか。はーい、
可愛いペンギンたちのお食事風景を見ていてくださいね。上級者の方は判別クイズに挑戦。同じように見えてどの子も個性にあふれてますからね。見てると面白いよな。鈍い子のが可愛いかも。つーか、ペンギンってなんかお前に似てるよな。違うって。いい意味で言ってるんだから、そんなに睨んでくるなよ。ほら、あいつら水中じゃ早いのに地上だとちょこちょこしてるだろ。普段は頼りなくて心配になるのに、本気出すとすげえってとこがお前にそっくりだと思ってさ。ま、足が短いところとか外見的にもちょい似てるけどな。肉とは言わねえけど、せめて調理済みの魚にしてくれよ。何満足そうに笑ってんだよ。俺あいつらに噛まれかけたんだぞ。つうかこの辺り人少ねえな。この辺の魚人気ないのか？その話はやめとこうぜ。せっかくの楽しいデートなんだしさ。なんだよ、話って。ああ、まあそうだろうな。お前から突然デートのお誘いとか普通じゃありえねえし。で、俺に聞きたいのはやっぱりこの間の一件か？おかしかったね。どの辺がおかしいって言うんだよ。焦ってる？俺が？焦ってるか。そうかもな。
普段鈍いのにこういう時だけ鋭いんだよな、お前。あの時の俺は焦ってたんだよ。なかなか腕の怪我が治らなくてさ。だから一刻も早く治したくて、リハビリ代わりに自主練してたんだ。どうして焦ってるかだって？お前がそれ言うのかよ。しっかり直してから。それじゃ遅いんだよ。お前にわかるのかよ。自分が怪我で何もできない間に隣にいたはずの相手がどんどん先に行っちまう焦りが、このまま置いてかれるって焦っても追うことさえできねえ辛さが、そうだよ。今やっと気づいたのかよ。お前がこの間さ、脚本が入賞したって言ってたろ。あの報告を聞いてからずっと考えるだけで胸が苦しいんだよ。お前はどんどん先に行って見えなくなっちまってさ。お前の夢を応援？そんなの全部嘘に決まってんだろ。俺は多分ずっと前からお前を一番応援してるふりして、内心では応援してなかった。コンテストの話を聞いた時もそう。頑張れとか口で言いながら入賞なんかしなきゃいいって最低なこと考えてたんだよ。そうだな。そうなるか。俺はきっと学生時代からお前のことが羨ましかった。だからこそ先に行かれたくなかったんだ。俺はお前のことずっと頼りないやつだと思ってた。中学時代からずっと俺が背を押してやらなかったら何もできないと思い込んでて、そんなお前を助けるたびに、お前に頼られるたびに自己満足に浸ってたんだ。俺はお前に必要とされてる、一緒にいていいんだって。だろ、自分のことばかり考えて親友のことも素直に祝福できない、そんな心の狭い人間なんだよ。上久保一馬ってやつは
じゃあ。どこまでお人よしなんだよ。俺がどれだけ醜い心の持ち主か、全部ありのまま語ったってのに、今の話を聞いた感想がそれかよ。お前、ほんと肝が据わってるな。お前がそう考えてくれるのは、正直救われた気がする。でもダメだ。お前が良くても、俺自身が自分の最低さを許せねえんだよ。少なくともこんな気持ちのまま、これからもお前の親友だなんて絶対に名乗れねえ。分かってくれたか。男の小さなプライドだけどさ、それでも前のためとか言いつつ、自己満足のために動いてて、そうなのか。何って改めて言われると説明に困っちまうよな。それは違うだろ。普通の友人ならいっぱいいるけど、そいつらとお前は同列じゃない。少し前ならそうだったけどさ、今はなんつうか、その言葉だけじゃとても説明しきれないつうか、恋人って嘘をついたあの日から俺ずっと考えてたんだよ。お前のことを可愛いと思うたびに、抱きしめたいと思うたびに、この気持ちは恋心なのか、それとも恋人のふりって設定に流されたものなのかって。
待たせちまってごめんな。いろいろ遠回りしちまったよな。俺さ、お前のおかげでこうして記憶も元に戻ったけどさ、記憶を取り戻した後でものすごくゾッとしてしまったんだ。こんなにお前のこと大事なのに、他のことを全部忘れて失ったとしてもお前だけは覚えてなきゃいけないのに、お前のことをすっかり忘れて、それを不思議にも思ってなかったこと、それが一番怖かった。いや、しょうがなくなんてねえよ。だってもしもあの期間にさ、お前に他に好きな奴ができて付き合いたいって言い出したら、あの時の俺は疑問も抱かずにお前の恋愛を祝福してた。そのことを考えると怖くて自分が許せなくなったんだ。だから、恋人のふりじゃダメなんだ。お前を二度と忘れないように、体と心両方に刻みつけたい。ちゃんと言わせてほしい。お前が好きだよ、千雪。
明日のことなんだけどさ。仕事がちょっと長引きそうで、お前のところに行くのも結構遅くなりそうなんだ。ごめんな、せっかくのファーストクリスマスなのに。もっとこう、できるだけ長い時間楽しく一緒に過ごせたらいいなって思ってたんだけどよ。クリスマス前後はイベントやらライブやらで仕事が多くて、復帰したての俺までいきなり全力で駆り出される始末でさ。だから遅くなっちまうけど、絶対そっちに顔は出すから。それでいいか。おい、なんか返事軽くね？もっとこないのかよ。いや、いいけどよ。そんなおざなりな扱いされると、気合い入れてた俺が丸けっつうか。フォー。
頭がクワンクワンする。おお、いってぇ。うっかりまた記憶消えるかと。分かってねえな。それじゃサプライズになんねえだろう。恋人同士になってから最初のクリスマスなわけだし、思い出に残るもんにしねえとさ。メリークリスマス。待たせちまって悪かったな。つか、テーブルにあるの手料理？めっちゃうまそうでよだれが。よし、じゃあ早速いただきます。そんじゃお待ちかねのプレゼントタイム。やっぱクリスマスって言ったらプレゼントって決まってるだろ。つうことで俺からはこれだ。お前、このブランドのコスメ気に入ってただろ？ならよかった。今使ってるやつにも合わせやすいと思ってさ。いろいろ試したけど、やっぱお前にはこのメーカーが合ってた気がする。どうか受け取ってほしい。ほー、レーザーじゃん。かっこいいセンスしてんな。昨日電話した時妙に生返事だったのも。なるほど、そういうことか。つうか別に謝らなくていいって。それよりそのキット一体どこで買ったんだよ。俺も買ってお揃いにしたい。ほう、なら俺がもらってもいいか。お前の分作ってくるからさ。だろ？シャツは恥ずかしいけど、ブレスレットなら目立ちすぎねえし。かっこいいよな。早速明日から仕事場で自慢しねえと。
じゃあ怒られない程度に控えめに自慢する。なんだよ急に。どうした？思ってたって過去形なのは。お前そんなこと考えてたのか。なんだよ改まって。俺はそんなできたやつじゃねえぞ。むしろ俺の自分勝手な部分とかエゴまで全部見せちまったしさ。俺もだよ、千雪。失敗も情けないところも散々互いに見せ合った俺たちだから。だからお互いのダメなところまで全部受け入れて好きって言える。それってすっげえ素敵なことだよな。とりあえず今は俺、お前に先行かれちまったけどさ、お前に追いつくための第一歩として改めてフォトコンに応募したいと思うんだ。前回は間に合わなかったけど、今度こそ入賞を狙っていければって思う。あ、それでそのだな、お前にも、あ、なんだ、手伝ってほしいんだけど。あ、いや、お前は座ってくれてるだけでいい。いや、俺はお前をフォトモデルにしたいんだ。俺にとってお前以上に可愛いモデルなんて存在しねえよ。ってことでよろしくな、千雪。
君とバディを組めって、それは笑えない冗談だな。相棒、助かったろ。これでちょっとは俺を認めてくれる気になったか。にしてもすごかったな、チュキ。俺まだ鳥肌が止まらねえんだけど。ちらっと小耳に挟みましたが、評論家やスポンサーの評判も上々のようです。出口調査というやつです。宣伝にもさらに力を入れるらしいですし、商業的にも成功しそうですね。いやー、何から何まで最高だったけどさ、その中であえて一つ挙げるなら、やっぱ一番の見どころはダブル主演を務めた二人だったよな。お疲れ様でした。ははそれほどでもあるけど、俺の才能が開花しちゃったっつうか。まあ、瀬名さんがここまでやるとは僕も正直思ってなかったよ。はあ、冗談に見せかけた本気のやつだ。そうだね、この完成度も監督をはじめスタッフ全員の力があってこそだし。ああ、また優等生なコメントしちゃって、比較される俺の身にもなってよ。汚れ仕事は瀬名さんの役目ですし。何を人ごとのように。あなたもスタッフの一員でしょうに。時間の長さ関係ねえって。俺だってヘアメイクの人間のはずなのに、合宿なんて完全に雑用だったし。
そうそう、きっとこの場の誰が欠けてもこの映画は完成しなかったと思うよ。さすがにそれは言い過ぎだと思うけど、完成度は下がったかもね。というか、お二人ともここでのんびりしてていいんすか？この後もインタビューとかいろいろ、休む暇もなくて大忙しじゃ。なあ、この後は監督と一緒に移動して別の場所でインタビュー入ってるかな。そうそう、てかここまで頑張ったんだからちょっとぐらいサボらせてよ。あ、それともカズマちゃん、彼女と二人きりになりたいからさっさと帰りたいなとか思ってたり？そんなことないっすよ。俺は別に。正式に付き合ってるって話だし、そんな慌てなくても。そういえば上久保くん、最近一人暮らし始めたんですよね。ああ、引っ越し資金貯まったんで、ようやくって感じというか。なるほど、実家にいたら可愛い彼女も連れ込めないもんね。下心めっちゃあるみたいに言わないでくださいよ。俺はあくまで事務所に通いやすいとこに住もうと。もう周知の事実ですから、無理に取り繕うことないですよ。なんだよその仕留めは。やましいことなんかないっての。昨日はなんだか最後ひどい目にあったぜ。ユキトさんが変なこと言い出すから、その後もみんな好き放題言いやがって。お、この観葉植物とかどうよ、飾ったらおしゃれじゃねえ。彼氏に向かってキモい言うなよ。いや、なんつうかさ、まるで奥さんみたいだなって。これが俺の愛する彼女って考えると、なんかニヤニヤが止まらない。いってな、何するんだよ。聞いたぜ、俺をキュン死させる気か。ただいまっていうのもまだまだ慣れねえな。でも引っ越し直後に比べたら少しはそれらしくなったろ。それは俺のセリフだっての。買い物とかも助けてもらったし、これで調理器具も揃ったから、俺ってほどじゃねえけど、今日は俺が腕を振るってやるよ。そういやお前さ、またシナリオコンテストに応募したって言ってたよな。その結果が出るのっていつ頃になるんだ？
そっか。じゃあしばらくはドキドキだな。も、どんな話だ？それじゃ、物語の結末はきっとハッピーエンドだな。またお前には先に行かれちまいそうだな。お、俺だって頑張ってるし、でもまだまだ足りねえ。次こそは大賞を取ってみせるから、またフォトモデル頼むぜ。もちろんあるぜ。おっと、逃がさねえ。実はもう道具とか準備してあるんだ。せっかくだし今から始めようぜ。やっぱお前の髪って触り心地めちゃくちゃいいよな。こうしていつまでだっていじってられるつうかさ。お世辞じゃねえって、職業柄ものすごい数の髪に触れてきた俺が言うんだから間違いない。やっぱここは A ラインに合わせるって考えるとすっきりした感じか。髪を盛るかどうかの判断すげえ難しいなこれ。よし、完成。感想は？花嫁さん。ん？満足していただけたようで何より。でもこれさ、実はまだ完成じゃないんだよ。
いや、結婚式の花嫁にとって肝心なものが抜けてる。花嫁に必要なのはさ、やっぱり素敵な花婿だろ。今はまだ、これも結婚式のふりだけど、俺たちが恋人のふりからこうして恋人になったみたいに、いつか必ず本物にしような、千雪。いくらでも。